今回は甘鯛のピカタトマトソースを作っていきます。それではまず、トマトの湯むきをしていきます。硬い頭の部分をつけて1、2、全体をつけて1、2、3で取り上げて冷水に落とします。塩ずりをしていきます。オクラの表面の汚れ、産毛を取るとともに表面に傷をつけて、茹でた後に緑色にきれいに発色するようにしていきます。続いて玉毛ナスです。玉毛ナスは、肉厚で、非常に油との相性がいいので、今日は油でソテーの方をしていきます。甘鯛の方を下処理していきます。皮があるとですね、どうしても身の方がですね反ってしまいますので取っていきます。ピカタとは、卵の中にチーズを入れた衣をくぐらせながら焼いた料理になります。トマトを入れたら軽く塩をします。塩をすることによってトマトの甘みを引き出します。最後に塩と胡椒で味を整えます。甘鯛のピカタトマトソースの出来上がりです。山口産の甘鯛は非常に身が厚くふっくらと甘みもございます。そこにトマトソースの合わせたので、ぜひご家庭で作っていただけたらと思います。やる？次もやる？やる。できる？できる。できる。いいかも、いいかも。お上手。で、このチーズも入れてください。美味しくなれって言うんだよ。これでいい？おー、そうする？いいよ、やってみる？激しいね。全部いっちゃった？後ろもつけるんだよ。うん、たっぷりつけてね。できた。もう一個あるよ。どこに置く？この上でこの下。この上でこの下。はい、わかりました。こういうこと？あ、いいね。めっちゃ奥ね。いただきます。おいしい？おいしい。バッチリできた？チーズの味する？はい。わからなかった。そっか。隠し味やしね。美味しくできました。イエーイ。